気のせいか。あそこか。ラジオやんとか言ってるところか。この井戸は、ああ、あったあった。こいつもそうだ。ああ。ああ、君か。この井戸いいよね。落ち着く。あ、もしかして井戸の情報を教えてくれる気になった？もちろん。ああ。本当は嬉しい。じゃあ教えて。まあ。ありがとう。今回教えてもらった井戸の数は23箇所、ね、23箇所ね。俺は1箇所につき10ルピーだから合計23、230ルピーを受け取って。教えてくれてありがとう。見に行くの楽しみ。ファイラルにはあと35箇所色があるはずなの。あマジか。色は、街や馬色にはもちろん。廃墟に昔使われていたものが残ってたりもするの。と、昔に思いを捨て、古い時を巡るのもおつなものよ。あ、私これから監視取りでの色を見に行こうかなって思ってるの。新しい色情報を仕入れたらまた教えて。じゃあね。この子は、色マニアだったか。目指すは井戸マニア。上がっていこうか。うん。いや、何か井戸の中に、女性いたよなぁと思ってさ。ふと思い出していったら。ここやね。困ったのやん。おっと、見覚えのある旅の方、見て。いや、聞いてほしいのやん。ユーフォルがうちの、つなぶえ奏者のユーフォルが戻ってきてくれたのや。それにしても、リカノモの裏に行こうとして、穴に唐揚げ落ちてたなんて。今後ユーフォルに庭車の運転をしてもらったらやめとくのや。でも、大きな怪我もなく無事だったからよかったのや。ユーフォルのつなぶえの音色で、馬なり学園の癒しパワーが復活ね。嬉しくて、いっぱいおしゃべりしちゃったのや。ところで、見覚えのある旅の方は、大王星様のことを心配してくれたのや。大王星様？あれ？違ったのや。この平原外れの馬宿にいる大王星シード様に会いに来たんじゃないのや。うん。あそこにおんのか。この心よ大王星様もずっとつぼみから出てきてくれないのや。きっと森の馬宿の大王星様と同じで怖がって外に出てこられないのね。この大王星様はフェイの奏でる。笛の音が好きだったから、彼の軽快な笛の音を聞いて元気になってもらいたいのや。でも、フェイは今ここにはいないのね。なんだって？あ、フェイってのは馬鳥学園の横笛担当の少年なんだけど、ある日、学園を飛び出して行ったきり、まだ帰ってこないのや。ここから南東にあるフィローネ地方から来た旅人さんが、高原の馬宿で笛の音らしきものを聞いたって言ってたけど、高原の馬宿。お高原の馬宿とは、どこだ？ここか。行こうか。ここにいるかもしれんしね。例の。新聞社の方が。高原の馬宿やから向こうか。あったあった、あれか。さっきにそっち終わらせとこう。あとで、ここの、祠には行きましょうかね。いるかなぁ。いたいた。やあ。おう。ああ。おう。いやあ、やめておく。
いないかな。もしじゃこの人にいるとかね。あり得る可能性。フェイのバカ。もう、フェイタルどこ行っちゃったのよ。ねえ、聞いて。お友達のフェイという男の子がね、いたずらでお花畑を増やしちゃったの。は光る気を見せてくれるって言ったのに、なんでそんないたずらするかな。目でしょって言ったら、ピューってどっかに行っちゃって、フェイのことだからきっとどこかに隠れて笛を吹いてると思うんだけど、ああ。なるほど。この中や。ならこの中や。明かり花。ちゃ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 。何をしとるかって言うんです。呼び出す。あれ呼び出したのに出てこない。マジか。そういうのありか。あ、出てきた出てきた。今までどこいた。ここにおんのかなと思ったけど、いない。もしやいない。おー、ちょっと待って。誰誰？ちょーもう。うざっ！うざってなって。許してはいけない。ナイス。まだ無理か。この奥にいるのかだと思って入ってきてけどさ、そのフェイってこう、さっきそっちやろうかなと思って。よいしょ、終わり。ああ、消えねえ、投げ取った。斬新の太刀、お！ちょっと待ってよ、もう。出んの。おお、最高やんこれ。ちょっと待って、何か。
これにするか。うおー、やば、最高やん、これ。これ残しとこう。残しとこうって。もうこれいらんかな、今。うん。武器ポーチいっぱいよね。よいしょー、マジかーい。うん、何がしたい、こいつは。いや、ちゃ、どこ行っとんねん、お前は。やばい。まだいるね。そこ。おお、めっちゃ目の前で。よし、終わり。長い棒ね。アイテムを取りたいだけ。そう。ほら、開けよ。ほら、開けよって。お、護身の盾。うん、微妙い。リサルシールドよりかはいいが。うん、そうっすかな。こっちにしとくか。あ、これがあったんか。なるほど。長い棒いらんのよな。あ、ちゃ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 。丈夫な木の棒に。あ、ここにもこれがあるか。あれ？ああ、ちゃんとできてなかった。これ作っとかんかな。この奥にいんのかな？フェイ。結構。いたらいいな。オッケー。この中いるんかな、ほんまに。どうなんやろ、わからんからさ。爆弾バラないっす。おっと、いないんじゃね。いない、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 いない。マジでいない。これいらなくね。無理だな。何かあったんだが、アイテム。古代の刃。小さすぎるけど、先につけて飛ばす。ほう。この下かい、いやー、兵士の量的あるやん。こっちよりもこっちの方がいいわ。この下おらんかったしよ。
じゃ、どこにおんのやろ。来た言うてたな。来た言うてたな。この辺りかな。いや、そちら側ね。ねえ。わかったよ。なんか痛いんやろ。確かに聞こえる。あ、いた！こんなとこにいた。どうしたのさ、お兄ちゃん。わざわざこんなところまで登ってきたりして。僕に何か用？それとも純粋に、僕の演奏を聞きたいだけ？馬乗り楽団の人？あれ？もしかして馬乗り楽団知ってるの？へえ、楽団再結成か。もちろん僕も嬉しいよ。でも、僕にはやらなきゃいけないことがあるんだ。それが終わるまでは馬乗り楽団に帰るわけにはいかない。ここじゃ危ないから下に降りようか。あの話について話すよ。あの話。どの話？あの話って言うと、やっぱり お花畑の火事のことだよね。ほら、この辺り焼けちゃってるでしょ。間違えて僕が燃やしちゃったんだ。わけを話すと長いんだけど、ハイトっていう僕の友達の女の子がいてね。本物の光る木が見たいっていつも言ってて、僕はそれを見せてあげる約束をしたんだ。でもさ、光る木は絵本の中の話だから、本物なんてどこにもなくてさ、僕困っちゃっててさ、じゃあ火を使って光る木を作っちゃおうって思ったんだよね。相手に喜んで欲しかっただけなんだけど、大失敗しちゃった。バカじゃね？火なんて使うからあかんねん。だけど僕まだ諦めてなんかないよ。今ホテルを集めてるんだけど、その光る木を作ってあげるんだ。あと、雫ホテルが10匹もいれば、きっと綺麗な光る木ができるはず。今度、ファイトに喜んでもらうんだ。あれ？今、お姉ちゃんのポーチほんのり光ってる気がしたけど、持っていくらか持っていくからね。もう、渡そう。うん。ほら、これ、わ、ほんとにくれるの？他のホタルも、光に釣られて集まってくるから、僕が集めた部分も含めれば、これで光る木は作れるよ。ありがとう。あのね、もう一つ頼んじゃっていい？何だろうな。夜になったらこの場所にハイトを連れてきてほしいんだ。あ、僕のことは内緒にしといてね。じゃあお願いします。夜になったらね。冬吹き少年の探し物。さて、へい。どうした？いたいた。あ、こんばんは。夜になってフェリーが戻ってこないから本当にどこ行っちゃったんだろう。一緒に来てくれる？え、いいけど、どこ行くの？さて、どこでしょうか？なるほど。ついてくる子はみんな、ほうほうははしは言わんと。なんか笑えてくんだが。うん。連れてきたけどね。ここ？あ！おー！すげえ！結構綺麗だった。綺麗。でしょうね。絵本で見たものよりもずっと、まるで夢でも見てるみたい。ありがとう。こんなにも綺麗な光る木を見せてくれて。私ね、今とっても幸せな気持ちだよ。よかったね。よかったね。幸せだってさ。ハイトが幸せだって言ってくれたよ。ああ、よかった僕。ハイトを本当の笑顔にしてあげられた。だけど一回だけじゃダメ、やっぱりダメだ。もっとたくさん笑顔にしてあげたい。よし、君だ。僕は生まれる角度に戻る。もっともっと、有名で、上手で、楽しい横笛奏者になってやる。僕の横笛で何となってハイトを笑顔にしてあげるんだ。ありがとうね、剣士のお兄ちゃん。いろいろと手伝ってもらっちゃったし、これでよければ受け取ってよ。何？うわ、すげえ！おう、ダイマックストリフ。初めて見たね。今回。誰にも発見されずやから、すげえ奥地にありそうやな。それじゃあ、もう少ししたら僕は行くよ。またどこかで会ったら僕たちの演奏で必ず、
笑顔にしてあげる。ありがとう。探し物コンプリート。さっきや、あっちの方やってたんで、そっち行くか。そうするか。で、こちら側に、どこだっけ？ここだ。平均外れのお前ら。これで戻ると、いると予想。いや、そんな早くはおらんか。いや、いる可能性もある。いる可能性もあるから、ちょっともうちょっと、行ってみよう。行ってみればわかるさ。あっちですね。よいしょっと。ここね。フェイ君？戻ってきたのね。あ、見ろやん。やるよ。おっと、見覚えのある旅の方、見て。いや、聞いてほしいのやん。フェイがうちの、横笛奏者のフェイが戻ってきてくれたのやん。それにしてもフェイが恋煩いとは、僕もまだなのに、いやいや、知らんがな。ともかく、フェイの愉快な笛のね、ガチで、馬なりかけども元気もりもりなのやん。嬉しくていっぱいで、嬉しくていっぱい、おしゃべりしちゃったのやん。ところで、見覚えのある旅の方は、大王星様の、ことを心配してくれてるのやん。あ、そんで、またこれかい。うん。だってから聞いて元気だってくれて、でも、空から降ってきた人より道が塞がったのね。なんとかおそばに行けないか途中まで登ってみたけど、ガリキが邪魔で馬も通れないし、ガタガタの道を無理やり走ったせいで、崖の一員と言っても言いません。またかい。また壊れてしまったのや。馬乗り子大事な仲間なのね。一緒でないと最高の演奏ができないのや。またかい。吹きのね、フェイ戻ってきてくれたのに、大王星様のことが気になって演奏に身が入らないのや。またかいな。毒が壊れたん。てか全部壊れとるやん。いや、やばすぎやろ。こうやっといて、どっかないか？あ、つまりそういうことか、これ。なになに、うるさいね。黙っとけ、ほんま。マジでそれ思うわ。おーい。あの上乗るから。で、これで、乗ってもらって、やるよ！そうか！あれやったら、馬いらんやん。馬預けとこう。はい。大丈夫です。オッケー。これで、まず預けます。もういい、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 もういい。はいはいはい。んで、ここに、扇風機、いるかな？
前に、間違えた。え？じゃ、向こう側に行くんか、これ。マジか。それは知らんかった。完全間違えました。これいらんやんなら。こうか。ごめん、ごめん。あ、やべ。嫌なやか。邪魔やね、ほんま。すっげえそこ邪魔なんだから、ね。やっぱそういうことやん、これ。うん。ごめん。手荒な運転ですまんの。どうよ。大王星様、来ましたよ。さあ、僕らの演奏を聴いてください。ついに来れた。助かった。来た来た。助かった。くんぞ、あはーんとくんぞ。おっと、なんだ、ためとんな。やっぱ出てきた。やっほほー、やっほほー。ちょっとやめろ。その言葉やめろ。えい、いるやん、見るやん。大王星様がお目覚めになられたのやん。おぉ。すっげえ、ピッカピカじゃん。やよー。またまたありがとうなのやん。あ、重すぎてパンツが破けちゃうぐらいのお礼を用意したのね。遠慮なく受け取るのやん。いや、ほんまに100ルーピーももらえた。もうパンツが破ける心配がなくなったのやん。これで演奏に集中できるのね。小さ様はこれでも安心なのやん。つぼみを閉じ込まって、たままの大王星様はまだいらっしゃるのね。いやいや。だから僕らは次の大王星様のもとへ向かうのね。富田さん、ありがとうなのやん。シーザーに捧げるセレナーデ。エピソードチャレンジコンプレート。来た。ああ。わかってるわ。楽団を連れてきてくれるのは君でしょ。ゾビに入ってたって私には置いてほしいよ。俺に坊やのお供として旅について行っちゃおうかしら。いや、困るかな、なんてね。冗談よ。てどんとした顔また可愛いわ。うわさてと、今度私からお礼しないとね。服を強くするための材料を持ってるなら、坊やの服を強くしてあげる。さあ、お姉さんに、坊やのポチ見せてくれなさい。ああ。服だいぶ強くできるわ。強くするー。入るやー。しちゃう、しちゃいます。オッケー、分かったわ。
50も作っておられるのか。20やから50、ま、で、みたいな。頭、お、58に上がってる。うん、次の手、素敵。2回休暇した服に全身揃えると新たな力が生まれることがあるわよ。どうすんなら、お試しあれ。この服もどうか知らん。よし。はぁ。戻り方や。よし。うまくいけたからいいんじゃねえもん。よし、ついに、普通のエピソードの方に戻れるぜ。さっきここ行っていたよね。ジョジューの祠、ちょっと。なんか韓国っぽい名前の祠、行ってみよう。何の祠かな？そこがな、ちょっと怖いなっていう。さあ、行っていくぞー。どこの祠か、何の祠かなーってやつやな、ほんま。オルディン地方の交渉。さあ、ここもスキップ。つなぐ架け橋。架け橋つなげんの？どうすんの？まだか。まだなのか？ああ、なるほどね。降りてきてもうてん。あ、大丈夫か。こっちからやれば大丈夫か。どっちでも大丈夫。よいしょっと。いや、楽すぎん。いや、楽すぎんってなる。うん。すげえ楽やなって思ってしまった。悪いけど。ああ、なるほどね。いや、何この楽さ。あれ、違うな、これ。思ったけど合ってんのかな、どうなんやろ。そういうことか、よーしナイス。そういうことかなって思って言ったら当てだ。ナイス、ノッキン戦法。いや、これはマジで下に降りるやん。んで、これは、これ動かせる。あ、なるほど。なんとなく、分かってはないと思う。ないんかいってなりますね。なんとなく分かったかも。今見て、なんとなく分かったかも。ここにつけねんな。って思った。うわ、どれや、これか。ちゃうわ。うん。ちゃうかなと思ってしまった。ちょっとちゃんと見とこう。もしかしたら、あるかもしれんやんと思ってさ。宝箱がなかったけど。見逃してることたまにあるからな、俺。よし。これた。んてれれれれれれれん。いや、終わりやん。いや、待って。あれ？なんもない感じ？ここ。そんなまさか。
んてれれれれれれれん。いや、ちょっと待って。ある、あるある。え？つまりそういうことか、これ。そういうことでした。ここにあったんか。なるほど。大きなゾラニウム。終わった終わった。楽すぎた。この祠楽すぎたけん。四つなったな。テレレレン、祝福の光。うん。取った取った。キッキッやろ。取った取ったってなんか言ったら、キッキッってなんか言いたなった。すごく僕の真似がしたなった。おっと？じゃあ、例の、まあ、いったな。あれここ違うわ。あれちょ、こっちか。行くとか。間違い目、間違えてもうたぜ。っていう話。ミニチャレンジ見たけど、ここは無視やな。うん。なら、もう一個。ふくらやっていこう。やらかした、すげえ。うつ初期。写し絵の初期の物語。なわけやるかってな。いや、なんかそんな感じなのかなって思ったりしちゃったよねっていうね。ここ何かな？縦に横に。縦に横に？どういうこと？あ、何かアイテム系がある？違う。な、ここ行くところやな。あ、なんか難しそう。なんかほんの少し難しそう。ん？さすがに無理か。ん、なにこれ？どういうことこれ？あー、そういうこと。で、ここが開くんかな。合ってたわ。こういうことでいいの？マジで？楽すぎん？楽すぎんって。縦に横にってなってるからさ。厳しいやつ。無理。ちょっと厳しいな。いや、あかんやん、これ。どうすんの？そう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 。こういうこと？じゃねって思ってさ。よーし、合ってた！んてれれ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 。
気持ちいい音ですね。さて、これは何かある感じ？あ、これな。なるほど。わかった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 。ほんまかってね。向こう側何かあるね。あれ？うん。ここじゃないと無理っぽいかななんて思ったり。よし！何が開く？あ、それが開く！ほう？おお、助かったー。一瞬焦る。一瞬な。どうやって乗るの俺。いや、これどうやって乗るの俺。縦向きばっかやったもんな。あ、これいけんじゃねこれ。もしや、もしやこれ。いけるのでは。よーし、取れた取れた。よし、取れた取れた。ずっと気になっててんこれ。よし、取ってくぜ。忍びそう。じゃなく忍びは食う。ナイス。いや、ついにやれ。こういう方法だとは。縦行きと横向きとかさっき乗ってたやんな。そういうことか、やっぱ。ほら、やっと。終わった、終わった。よし。A で調べて終わっていこうぜ。5個目かね。これでね。んー、てれれれーん。あ、ちゃ、実際、最終的にちゃっちゃって言われるけど。やったやった。祝福の光、キャッみたいな。そんな感じ。そんな感じだね。